思うんですよ。まず3人目から、さあ、お客さんどうぞ。40、40、50、50、もう一声、60、60、もう一声ないか。70、70、もう少し欲しいな、こいつら。こう見ても、体はしっかりして、バッチリの筋肉質ですよ。さあ、もう一声どうだ。75、もう一声、90、90、もう一声、上げればいいところで。1000、万丈目、サンダー。いいえ、ウィッチクラフト、マスターベイルです。この、一見してメスが機関満載のカードが登場したのは、2019年2月23日発売、デッキビルドパック、気分サモナーズにて。ウィッチクラフトといえば、遊戯王が誇る、日朝的美少女テーマの一角、物理的にも占有面積の大きなお友達から、絶大な支持を集める、大人気テーマなのだが、その中でも、マスターベイルの存在は別格であり、現代日本における、青髪ヒロインの強さというものを、如実に物語っていた。そう、青髪ヒロインが可愛ければ、サプライも出るし、新規だってジャブジャブもらえちゃうのだ。可愛いわ、正義。カード自体の強さなど、イラストアドの前では、ロボーの石よりも意味をなさない。リンクス次元から目をそらしながら。まあ、時には強くて可愛いということもあるだろうが、それだって、可愛さあっての価値である。体育祭とかで、鬼のような様相で走る女子を見ても、そのスピード感に惹かれる野郎などいまい。それと同じだ。ならばこそ、先日発表された新規カード、マギストスベイル、サンドリオンの存在は、マスターベイルの、ひいては、ウィッチクラフトというテーマ全体の未来を大きく左右しかねないほどの衝撃を、デュエリストたちに与えた。2020年9月12日発売の、パック、デッキビルドパック、ジェネシスインパクターズにて収録されるこのカードは、カテゴリーこそ、マギストスに含まれるものの、設定上は、マスターベイルの維持感同位体と予想され、イラスト面での共通項も、多く見受けられる。そして、ここからが本題なのだが、仮に、このサンドリオンが、マスターベイルの維持感同位体であったとして、問題は、これまで、メスガキという属性であったはずのマスターベイルが、ロリババアにジョブチェンジする可能性があるということだ。いな、予兆はあった。すでに、ウィッチクラフトには、サンドリオンを匂わせるカードも登場しており、棒見た目は子供、頭脳は大人の名探偵がごとく、身体的特徴のみが、幼少期まで対抗した姿こそが、マスターベイルなのだと言ってしまえば、それで辻褄は合う。あってしまうのだ。これは、由々しき事態である。界隈において、ロリとロリババアの間には、天と地ほども価値の差があり、純正のロリが天使と評されるのに対し、ロリババアは、所詮側だけ繕っただけの、ババアでしかない。年齢とともに減少するので、軟骨エキスとか取った方がいいレベル。同志婚前は、合法ロリなど、所詮は、違法ババアの戯言でしかないと心得よ。しかして、これを踏まえた上で、改めて、サンドリオンのイラストに注目してもらいたい。そう、意外と、お若い。ババアというよりは、むしろ、お姉さん。いいや、これは、ママだ。日の本が誇る、最強の属性。サンドリオンママ、爆誕の瞬間であった。胸元を押し上げる、豊満なミルクタンクは、バブミに植えた、全人類たちに、夢と希望を与える宝箱だ。極限まで摩擦係数を現じていた、マスターベイルの断崖絶壁とは、比べるまでもない。首元の鎖骨には、吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機になって、特製のスタンプを押してしまいたくなる。スカートとニーその間、白く眩しい太ももの絶対領域に至っては、ガーターベルトまでついている始末。これはもう、枕にしてくれとお願いされているようなものだろう。さあ野郎ども、よしよし頑張ったねタイムの時間だ。意味重複してるが、しょうがねえだろ、赤ちゃんなんだから。かっこぐずり。どうしよう、見れば見るほど好みなんだが、どうしよう。さらに言えば、サンドリオンママがママだったことで、マスターベイルもまた、ママとなりうる相乗効果まで生まれてしまっている。マスターベイルママと、サンドリオンママ。みんな違って、みんないい。とはいえ、二人のママを持つというのは、彼女の息子として、いかがなものだろうか。葛藤していたそんな折、ふらりと立ち寄った本屋で、このような書籍を発見した。なんだ、ママは、一人に絞らなくてもいいものなんだ。梅雨明けの空。じゃけん、代わりに別のもん絞るために、カードショップへ買い占めに行きましょうねー。なお、マギストスベイルサンドリオンが収録されるパック、ジェネシスインパクターズは、9月12日発売な模様。それまでは、大賢者モードで、待て。ご視聴ありがとうございました。